今日は株価復活なるか、不況期こそ成長を遂げる世界トップシェアを持つ科学企業を株価見通し解説付きで紹介します。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。世界景気について強気と弱気の見方が交錯する中で、景気敏感株である化学大手の株価の動向に明暗が分かれています。大手6社のうち三菱ケミカル、住友化学、旭化成、三井化学が通期の業績を下方修正、高配当株が一転配当を未定にする企業が出てくるなど厳しい状況となっています。その中で注目しておきたいのが信越化学工業です。景気動向に左右されやすい化学大手の企業ではあるんですけれども、信越化学工業は逆張り経営に定評がありまして、不況期に強い側面があります。現時点で株価が2万円近くなっていますので、最低投資金額が200万近くという形になりますので、買いにくいといった個人投資家さんの声も多くあるんですけれども、この度4月1日付で5分割を発表しましたので、だいたい40万円ぐらいで投資が可能となります。株式分割によって投資を検討している投資家さんもいらっしゃると思います。そんな信越化学工業の今後の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは信越化学工業のビジネスモデルを紹介します。信越化学工業は1926年に信越窒素肥料を設立したのが始まりです。当時は肥料メーカーとして、信濃の水と越後の石灰石の2つの自然の恵みから化学肥料である石灰窒素の製造をしていました。その後事業転換をしまして、1940年に現在の信越化学工業へ社名変更しています。太平洋戦争後、高度経済成長期に塩化ビニール樹脂の製造で事業を拡大しまして、その後電子材料など取扱い製品を拡大させていきます。塩化ビニールについては1973年に設立したアメリカ子会社シンテックが全米最大手にまで成長を遂げまして、シンテックを核として日欧の事業も含めてグループで世界トップとなりました。現在半導体シリコンウェア塩化ビニールでは世界シェアトップ、化学メーカーとして2022年時点の時価総額営業利益ともに国内最大となっています。実は私たちの身の回りに信越化学工業の製品が溢れています。例えば私たちが住む家には光ファイバーや電線の被覆材料、 LED や樹脂窓、ハイブリッド車のモーターなどにも信越化学工業の技術が使われています。また信越化学工業の技術は風力発電にも活用されていることから、再生可能エネルギー関連としても注目される企業です。信越化学工業は5つの事業セグメントを展開しておりまして、塩ビ化成品事業、シリコン事業、機能性化学品事業、半導体シリコン事業、電子機能材料事業があります。ご覧のように各分野の製品において世界的に高いシェアを保有しています。信越化学工業の強みはこれらのバランスのいい事業セグメントにあります。塩化ビニール樹脂やシリコーンはあらゆる分野で広く利用される汎用素材で、一方のシリコンウェハーやレアアースマグネットは半導体や環境対応車用モーターといった先端技術分野で使用されています。これらの組み合わせによって生まれる変化に強い経営基盤が信越化学工業の強みです。直近の話題ではアメリカの住宅需要の減速などで市況が悪化している住宅の配管などに使う塩化ビニール樹脂について、各社が一斉に生産調整に入る中、シンテックは工場のフル稼働を続けているとのことです。現在ルイジアナ州の工場に12億5000万ドルを投じて設備も増強しておりまして、これまで他社が守りを固める不況期に積極投資をする逆張り経営によって、成功事例を積み重ねたプロセスに再び挑もうとしています。北米の住宅需要は中長期的にはまだ伸びるという見解を示しておりまして、この見通しが的中するか否かに注目です。続いて信越化学工業の直近の決算内容を解説します。2023年3月期第3クォーターの決算発表なんですけども、売上高は2兆1632億3700万円前年同期比 45.8% 増、営業利益は8082億2700万円前年同期比 68.3% 増、純利益は5785億1900万円前年同期比 63.8% 増となっています。売上利益ともに前年同期を大きく上回る好決算です。セグメント別に見ていきますと、業績拡大の牽引役は塩化ビニールやシリコンなどの機能材料です。世界シェアトップのポジションを生かした価格交渉が成功したこと、原材料生産の内製化などによるコスト削減によって収益が拡大しています。足元の好調を受けて今期2度目となる通期業績の上方修正も発表しました。売上高は前期比 34% 増の2兆7800億円で、10月末の予想を800億円上回っています。営業利益は9950億円で550億円、
純利益は7080億円で280億円としてそれぞれ引き上げています。市場予想平均を上回って2期連続で最高益を更新する見通しです。好業績を反映する形で期末配当を50円増やして275円へ増配も発表しました。続いて信越化学工業の株価見通しをお伝えします。まずはここ3年間のチャートを見ていただきたいんですけども、コロナショック以降経済再稼働期待好調な業績を追い風にしまして大きく株価を伸ばしたんですけれども、昨年に入ってからは景気減速懸念やアメリカの住宅市場の落ち込み懸念などから右肩下がりとなっていました。そして今年に入ってからなんですけれども、第3クォーターの決算発表で通期業績の上方修正ですとか増配の話題を受けて再び大台の2万円台を伺う動きになってきています。信越化学工業の本日の割値は 19,405 円で、年間配当金は500円を予定しています。よって配当利回りは 2.5% となります。ちなみに信越化学工業は株の集大制度を行っていません。業績の推移を見ていただきますと、2022年3月期に業績が急拡大、そして好調維持しながら増配も続けてきています。2024年3月期については塩化ビニール半導体市況が軟調になる見通しから減益の見通しではあるんですけども、足元の信越化学工業の動きから考えますと控えめに見ているという見方もできそうです。今期は過去最高益を更新するような見通しながらも株価が大台に乗せきれず、そして2021年の9月につけた上場来高値まで伸びない要因というのは業績の悪化懸念がくすぶっているためだと思います。昨年の7月以降北米やアジアなどで市況が急速に悪化してマージンが縮小傾向にあることから塩化ビニール事業の失速が懸念されています。塩化ビニール関連事業については信越化学工業の営業利益の 40% 強を占める牽引役であるがゆえに、化学セクターが業績の下方修正を続けている現在の市況では上値が重たくなるのも致し方ないように思います。ただ上場来高値をつけていたこの頃ですね、2021年秋頃の PR がだいたい20倍から30倍ぐらいだったことを考えますと、現在の株価水準で PR が 11.1 倍というのは割安感があるようにも感じます。来期の減益見通しを踏まえましてもなお割安感がありますので、市場はかなり信越化学工業の業績の先行きを慎重に見ていると思われます。このような状況であることから一旦2万円手前で頂点をつけて、直近の決算発表後に開けた窓を埋めに行く1万8000円前後まで下げてくる展開も考えられます。これまで信越化学工業はこういった形で窓を開けますときっちり埋めに行くという形を繰り返していますので、この動きは繰り返される可能性は大きいように思います。その後は業績動向にもよるんですけれども、週足で上値を抑えられながら下落してきたトレンドから脱却しまして下値を切り上げながら上がってきていると、こういった反発の動きというのを見せてきていますので、再び2万円台にトライする動きを予想します。さらに4月1日付で5分割となりまして、40万円弱で購入できることから個人投資家の買いが入りやすくなるのも株価の下支え要因となりそうです。続いて信越化学工業の今後の懸念材料についてお話します。一つ目は世界景気の動向です。世界的なインフレや中国経済の減速で半導体各社は設備投資を控えてきておりまして、半導体市況は下降局面にあります。信越化学工業にとって主力製品となる半導体シリコンウェハーと塩化ビニールの先行きの不透明感は懸念材料です。斉藤社長はシリコンウェハーの出荷調整の要請が出てきており、1、3月については1割強の調整となる見込みと語っています。2つ目は財務の効率性です。信越化学工業はキャッシュリッチ企業としても名高いんですけども、2022年3月末時点の現預金と短期有価証券を合わせた手元流動性は1兆4360億円と10年前の4倍に増えています。総資産の3割を占めるまでに積み上がってきておりまして、 ROE の上昇を鈍化させる要因となっています。前期の ROE は 16.3% で海外のライバル企業と比べると大きく遅れを取っています。業績だけでなく財務指標や株主還元などの面での相対的評価の向上も必要と思われます。今日のまとめということなんですけども、今回は世界的な景気減速、景気後退の声が高まる中で不況期に強い逆張り経営に定評がある信越化学工業をピックアップしました。今期2度目の業績の上方修正で過去最高益を更新したものの、株価は大台を突破できずに伸び悩んでいます。来期の業績への懸念というのが要因と思われまして、株価はチャート上窓開けが発生している1万8000円前後まで調整してくる可能性があります。
信越化学工業の経営スタイルと同様に株価についてもここを押し目として挽回してくるかに注目です。今日は不況期こそ成長を遂げる化学メーカー信越化学工業の株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。